どうもカクテル田中です。今日はオレンジの皮を使ってガーニッシュを作ります。まずはこのようにオレンジの皮を縦方向に削ぎ落としていきます。内側の白いところが厚すぎると加工しにくいのでね、必要に応じて削ぎ落とします。平行四辺形になるように形を整えます。こちらが基本の形になります。保存するときはね、カピカピにならないように濡らしたキッチンペーパーの上に置いておきます。さあ、まずは一番シンプルな形の飾りです。このように皮をですね、くるくるくるとねじってあげます。そうするとこのように形がねつきますので、これをグラスにかけるだけ。はい、これだけでも十分おしゃれですよね。さあ、それでは次はですね、少し凝った形にしていきましょう。平行四辺形の鈍角の部分にこのようにナイフを入れます。そしてこちら短い辺のところにも5ミリ程度の切り込みを入れます。反対側も同じようにカットしていきます。そしてあとはグイグイっと皮を丸めて形を整えます。そして短い辺のところに入れた5ミリ程度の切り込みをですね、グラスの縁に刺します。より立体的なガーニッシュの完成です。そして最後にもう一種類ご紹介していきたいと思います。今回はこちらの鋭角の方からこのように斜めにですね、3本切り込みを入れます。そして中央部分にもグラスにかけるためにですね、切り込みを入れます。さあ、そしてこちらも同じくグイグイっと丸めてあげまして、グラスに刺します。皆さんもぜひお試しください。